どうも、億万長者合宿のレザレクションズが999話をもって終わりまして、新シリーズに入りますね。まあ最後がね、竹富士の竹ということだったんで、奨学金についてね、奨学金、学生ローンについてちょっとお話したいなと思うんですけども、個人的な視点から見るとね、借金までして進学するわけじゃないですか。で、進学してそこでスキルを身につけて、借金した以上のパフォーマンスが出ると思うから行くわけなんですけども、そうならないのは、まあ、一つの投資であり、まあ、投資に対する覚悟がいまいち足りなかったのか、それとも運に恵まれなかったのか、評価は様々だと思いますけども、やっぱね、投じるお金以上のリターンを狙っていくなら、まあ、遊んでる暇はないのかなと思いますけども、私は遊びたいがために、まあ、親に大学の費用を払わせたというね、とんでもないやつでございましたね。とにかく合コンがしたいから大学に行くというね、まあ、そんな感じでございました。まあ、よく許してくれたなと思いますけどね。はい。それですね、まあ、そういった個人的な思惑はともかく、国家として見たときに、戦略として見たときに、やっぱり将来の国を支えるのは若者、特に優秀な若者が一人でも多く出た方がいいわけなんで、そうなるとね、やっぱり進学したい、まあ、動機は様々ですよ。合コンしたいでも、何、サークルで活躍したいでも何でもいいんですよ。進学した結果、学びに触れることによって、触れ続けることによって、なるほど、勉強した方がいいなって気づく人が何人かいるんですよね。そういう人にはやっぱこう社会でね、有能な人材になっていただいて、残念ながら有能にならなかった人の分までこう働いてもらうっていうんですかね。だからこう学業を続ける人の中で、誰かうまくいってくれっていう思いが国家レベルでも個人レベルでもあったら、一部が全体を救うっていう図はできるのかなと思うんですよね。まあとにかくね、大学に行ったからって全員がどうにかなるもんでもないんですよ。それはもうみんな覚悟の上でやってるんで。でも進学した結果、誰かが何かをしてくれるっていうところに教育投資をする意味があるのかなと思うんですよ。だからなんか大学の費用をね、無償化して、逆にこの高校を有料化にしたらどうかなと。頑張って大学に行ったらタダなんだと思ったらね、ちょっと頑張るかもしれないですよね。あとは社会人を2年か3年ぐらいして大学に戻るっていうのもいいですね。そうなると大学の制度っていうのが、例えばね、5年とか6年にして、最初の1年とか2年は社会に出るみたいなの、先に巨大研修として、そんなのがあったらどうかなと思いますけども、まあ賢い人がね、いろいろ考えて今の制度になってるのかなと思いますんで、まあ、すぐには変わらないでしょうね。ということで、レザレクション終わり、新シリーズ楽しみにしてます。それでは次の動画を拝見します。